ボクシング4団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ3日有明アリーナ写真会場騒然井上尚也苦笑い37サイドへ二突如腰付近痛め7回 TK 大腰抑え動けず片刈り引き上げ4団体統一世界スーパーバンタム級王者井上尚三31イコール大橋イコールが挑戦者で元 IBF 王者の TJ ドヘニー37アイルランドイコールに7回 TKO 勝ちで防衛に成功した。通算成績を28戦28勝、25KO とした。井岡和人姿勢を抜き日本選手歴代単独1位の世界戦23勝を達成した。WBC と WBO は3度目の防衛、IBF と WBA は2度目の防衛に成功した。 7回にドエニーが突如腰付近を痛めて TKO 勝ちに。井上はダメージの蓄積はあったと思うと振り返った。その後、試合について平日の足元の悪い中ありがとうございました。今回テーマというか丁寧にボクシングを組み立てるようにボクシングというものを理解して組み立てることを意識しました。とし、内容、結果として皆さんの満足できる。 期待していたような試合内容ではなかったと思いますが、また次に期待していただければ。まだまだ未完成、決して今日の試合内容は自分の出来の悪さじゃなく、ドエニーのキャリア、試合運びのうまさだったと思う、とまとめた。マッチメイクするボブ・アラム氏は、年内のもう1試合やって、来年にはラスベガスで大きなイベントをしたい、と明かした。